最後に日常ポーズを。日常ポーズですか。はい。お疲れ様でした。今日2位という結果だったんですけども、はい、その結果についてはいかがですか。スタートから中盤にかけてが今年シーズンインしてからが結構課題だったんですけど、向かい風の中自分の中ではまあ走れたのかなっていう感じではあります。でも改善点もたくさんあるので。その改善点っていうのは具体的にどんな感じですか。後半のラスト 10m になると顎が結構上がってしまう癖が、そこを直していければ最後ももっと上がってゴールできるかなって。じゃあ一番最後でちょっと差し切れなくなっちゃうってことですね。はい、そうです、ね、あ、はい、向かないです。でもそのね、この一応大きい大会で2位に入ったっていうのはちょっと自信になりましたか。そうですね、はい。今後、どの大会に出るんですかね。今後の大会は、はい、1週間後に関東インカレがあるので、はい、そこで日本選手権の標準を切れるように3本走って標準記録を切れるように。日本選手権でまだ出たことないんですよね。まだないです、はいはい、じゃあなんとか出たいですよね、はいはい。じゃあ関東インカレでは、はい、なんかこんなレースにしたいなっていうのはありますか。決勝までとりあえず3本しっかり走り切るっていうのと、自分と同じぐらいのタイムの人がたくさんいるので、その中でも、しっかり予選から自己ベストを出して決勝までしっかり残れるように頑張りたいと思います。じゃ最後 に日常ポーズを。日常ポーズですか。はい、ありがとうございます。